ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はプロレス界4月22日の出来事について触れてまいります。1979年猪木はメキシコエルトレオでエルカネックを相手に NWF の防衛戦を行います。試合は60分3本勝負。序盤戦猪木は場外でカネックに額を洗えたものの 2-0 でストレート勝ちしました。1985年コブラは WWF MSG 定期戦に2度目の出場です。MSG ではかつてのライバルで全日本プロレスに移籍したキッド・スミスとのニアミスもありました。1988年沖縄で藤波は猪木に対して猪木体制を痛烈に批判。自らの髪の毛を切ってベイダー戦を直訴しました。同日全日本プロレスではブロディがスヌーカの代打であるトミー・リッチとタッグを組み、流言法の持つ世界タッグに挑戦しました。なおこの試合がブロディの日本で最後の試合となりました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。ごきげんよう。さようなら。